2018年1月19日丘料場の写真、大木谷遺跡とは、現在の京都府京丹後市峰山町に、弥生時代前期末から、中期初頭にかけての比較的短期間営まれた、日本最古とされる、高知性集落跡地、市指定史跡。丹後集落ともみなされ、塔、寒玉、鉄製品、ガラスの塊、防水車など、出土遺跡には、 学術的価値が高く、それらの分析の結果から、大木谷遺跡には、当時の、ハイテクノロジー集団が存在していたと、考えられている。近畿地方最古の鉄府も、大木谷遺跡の集合から出土している。また、塔は、京都府暫定登録文化財に登録されている。遺跡を取り囲む集合は、最大幅6メートル、最大深さ4メートルの堀が二重になっており、 内堀の延長は850メートルに及ぶ。集落は、丘陵の頂や屋根伝いにあったのではないかと想定されているが、1974年以降、複数回に及ぶ発掘調査でも明らかにはなっていない。出土品のほとんどは集合から出土している。周辺地域には、弥生時代から古墳時代にかけての遺跡が多く分布し、歴史学者、 門脇定時が提唱した単語王国論の一部であると位置づけられる。峰山町の杉谷、丹波、荒山の地区にまたがる丘陵の上にあり、標高56から66メートル、平地部との飛行は30から40メートルと低いが、東に単語半島を南北に貫流する竹の川の本流を望み、南北に広がる、中石地を眺望できる地点である。 2018年現在、その場所には、京都府単語文化会館、京単語市立峰山図書館等が立っている。ありがとうございます。